最近寒いと思ったらやばい、大変なことになってるわ。シエル入るよ、入るよ。また食べてんの？何食べてんの？かき氷。寒いのに、こんなに寒くなってんのに。皆さんどうもシエルです。チャ。皆さんどうもパチシューです。チャ。ちょっと出てみなって、相当、すっごい寒いよ。さあ食べよう。いやいや寒いでしょシエル、寒くないし。いや寒いよ、俺も食べよう。うまい、うまい。いや違うのよ、うん、ね、大変なことになってる。さっきニュースでやってた、地球温暖化の逆みたいになっちゃって、氷河期が来るって言ってるよ。かき氷食べ放題だね。バカ野郎、そんな場合じゃないだろう。氷河期って知ってる？マンモス。マンモス、まあそうだよ、ま、マンモス。マンモスの前は何が生きてたんですか？ミジンコ。恐竜でしょうが。恐竜がもっと前なのか。恐竜は氷河期で死んじゃったでしょ、絶滅しちゃったんだよ。でも人間が生きてるってことは、人間はまだ氷河期の時はいなかったんだよ。ん？え？でも、え、映画で見たよ、人間。それ多分ジュラシックパークでしょ。とりあえず危ないってことね。そう、俺ら死んじゃうかもしれないから、地下にシェルターを作るのと、この家をちょっとあの凍らない石で囲おうよ。どうやらね、岩盤は凍らないみたいだから、岩盤でとりあえず家を囲おうよ。囲うぞ。じゃあ俺天井囲うから、シエルンは、うん、あの、うん、見てる。オッケー、素晴らしい。じゃあここで今度あと地下に穴掘ってこうか。どこにする、シエルン？早くやれって。やっぱ丁寧にやってこう、丁寧に、シエルン、うんうんうん、これね、ちなみに石も通さないから、うん、石は石のままで大丈夫、凍らないから、石は。そうなんだ、じゃあ岩盤じゃなくてもよかったんだ。うん、岩盤じゃなくてもよかったけど。あの、なんでマガマガしい色にしたのじゃ。え、何が、何の話？記憶置いてきた？思考回路置いてきた？ IQ 下がった？バカ？いや、言い過ぎだろ。何にも考えて…決めないで、決めないで、痛い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 、あ、痛い痛い痛い、あ、痛い痛い痛い、その、あの、破片が、あの、石の小粒が、痛い痛い。どういうことなんだよ。いいじゃん、ここベッドにしよう、うん、ここ。完璧だ。お風呂は必要じゃん、なんかサウナみたいな。サウナみたい。うん、これ熱々かな。まあいいけどさ、その氷河期だからいいけど。ちゃんとタオル敷いて座って。うん、分かった。パタパタしようか、タオルで熱風。うん、うん、あっちちちち。ちょっと掘り進んでみるね。うわ、シエル、水、水が湧いてきた。シエル、お水湧いてきた、死んじゃう。あ、これ水じゃないかも。これ温泉が湧いたんじゃない？めちゃくちゃラッキーじゃん。やばいやばい、すごいね。じゃあ俺ここにお風呂作るよ。うん、ラッキー。温泉があれば寒さは大丈夫なんじゃない？あ、いい感じ、温泉できたじゃん。温泉できた。オッケー、じゃあこれで暖はもうずっと取れるね、うん、これで。うん、ちょっと温まってみなよ、シエロ。めっちゃ暖かいよ、ちょうどいい。あ、ちょうどいい、何度ぐらい？うん、あのね、まあ39度、40度ぐらいかな。あー、ちょっとぬるいわ、俺には。そうそう、でもね、長湯はできるね。あー、なるほどね、いい湯だなっつってね。うん、いい湯だな。あはは。このくだりなんかやったな、どっかで。シエルン、食料ある？シエルンちに。あんまない。あるよ。ある？そんなないでしょ、そんないっぱいあるわけじゃないよね、多分。行ってみたらわかる。行ってみようか。よし、これで上にまた、うん、あのかなり強めの扉も引いたから。いいね、これで氷河期を乗り越えられるかな。いや、問題は食料だよ、シエルン、マジで。うん、開いた。よし、どう、これ食料、シエルン。うん、めちゃくちゃいっぱいあるじゃん。
なんか降ってきた。全然あったかい、まだ。え、シエル、あっちの方見える？シエル？あ、なに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 、雪降ってる、雪、雪。いや、だから寒いんだって。雪？ほら。何が？うぅ！やばいやばい！早く入ろう！なに？早く早く入って！早く早く早く！怖い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 ！雪玉でかい、雪玉降って降ってきた！よしよしよし。どうしたのシエル？寒い、怖い。だから言ったじゃん、氷河期来るって。な、何？何あれ？怖い。だから寒い、怖い。ここでしばらく耐え忍がないと。だから言ったんだよ、あんな氷河期来るって。耐え忍がないと、耐え忍がないとどうなっちゃう？マンモスになっちゃうの？お、来てる来てる。うわー、マンモスになっちゃう。マンモスにはならないよ。あー、怖かった。よし、じゃあとりあえず今日は休もう。とりあえず、な、何やってんのシエル？どこいんの？どこ行ってんの？ランニング。あー、なるほどね。なまっちゃうから、体がね。うん、ご飯が美味しくなるように。バカじゃないの？そんな無駄な体力使うんじゃないよ。なんで？ご飯は美味しく食べた方がいいでしょ。食料も大事なんだから、極力お腹空かせないように生きるんだよ、俺らは。わかった。わかった？おやすみ。おやすみ。あー、シエル、結構経ったね。うん、経ったね。まだ走ってんの？結構体締まってきたんじゃない？なんか。ほんと？おう、前、上にいるより全然いいよ。ほんとに？じゃあ私ここで一緒暮らしていこうかな。まあいいじゃん、俺上出るけどさ、あの、ちゃんと暖かくなったら。いや、やだよ、シエルとずっとこんな狭い空間。いいじゃん、二人で一緒に共に生きていこうよ。いや、いいって。ニンニク食べて走る。ニンニク食べて走る。あの、普通に休んでくんない？まだこれから先長いんだから。まだここで生活しなきゃいけない。どっちだよ、ここで生活したいとか。まだ。やだよ、本当は上に上がりたい、戻りたい。じゃあもうちょっとさ、暖かくなるの待とう。じゃあまたおやす。わかんないよ。おやすみで。おやすみ。あれ、シエル、なんかで、なんかあれ入ってるわ。な、ラジオ。ラジオかな、これ、ラジオ、うん。聞こえてる。聞こえてますよ。聞こえてますよ。あ、聞こえますか、聞こえますか、こちら。あ、こっちの声届いてないみたいな。まだ生き残ってる方、食料がある方、どうか恵んでください。こちら、シェルターにこもってますが、食料が底をつきそうです。今から座標を言うところに。え、シエル、今聞こえた？聞こえた、食料がないって。俺ら食料まだいっぱい、シエルのおかげでまだいっぱいあるからさ。我慢したからね。届けてあげようよ。届けてあげよう、うん、もうだって切羽詰まってたよ、お姉さん。じゃあシエル、持っていけるだけ食料持っていこう。オッケー、座標も確認できたよ。あ、でも家の中、あ、ちょっと壊れてるね。あ、ちょっと床が壊れてる。やっぱ寒さにやられたか。ガラスもなんか変な風になってる。本当だ、変な風になってるね。なんでこうなるの？これ変形してない？うわ。あ、でも溶けてるから少しは暖かくな。まだ寒いね。確かね、座標はこっちの方だった。泳げないの、シエル？泳げない。いや、早く来てよ。どこにいんの？助けに行く。どこ？飲んじゃった。あ、そっちに登ってんのか。よし、飲んじゃったよ。頑張ろう頑張ろう。お、美味しいなこれ。じゃあシエル、ちょっと俺先わかるから、俺先に走ってるからね。あとついてきて。うん、行く行く。うわ、崖じゃん。やばい、シエル後ろ来てるよ。早く早く早く。後ろ、後ろ。とりあえず登る登る。オッケーオッケー、登って登って。こっちこっち、ゆっくり降りよう。慌てなければ大丈夫。早く食料届けてあげないと。バカ野郎、慌てなければ大丈夫って。シエル、あとちょっとだよ、こっちの方。うわ、すごいね、こっちまだ凍ってるじゃん。まだ凍ってるね。あ、あったよ、シェルターの入り口。シエル、あ、ほんとだ、すごい。いるのかな、さっきのラジオのお姉さん。いるかもしれない、行ってみよう。開けるよ、うん、あ、あ、でもやっぱ結構厳重だね。厳重だ、修理しっかりして。うー、あ、いる、震えてる震えてる。大丈夫ですか？こんにちは、大丈夫ですか？
あなた方は？あのラジオの。と、ラジオ聞いてきました。食料持ってきましたよ。声が届いていたんですか？届いてました。ありがとうございます。食料がもうあと枝豆一粒しかなくて全然ないですね。あのめちゃくちゃいっぱい持ってきたんですけど、よかったら。よかった。一緒に行った方がいいんじゃないかな、シエル。これうち、そっか、とりあえずでも食料あげますね。とりあえずこれで食べ、ずっと食べてないんでしょ。確かに。そうですね、枝豆一粒をずっと口の中で転がしてじゃあ行きましょう。わかりました。一緒にあとちょっとなんで、うちまで。本当にありがとうございます。どうしてこうなってしまったんでしょうか。そりゃね、パチ君がね、寒いことばっか毎日言ってるからね。シエルんだよ。寒い時代が来ちゃったんだ。寒いこと言ってんのはシエルんだろ。言ってないよ、私はいつも熱々な女だよ。どういうことだよ。うち我が家あったよ。真っ黒で。本当だ、ちょっと真っ黒で気づかなかった入り口がどこかわかんないね。ここですよ。ほらもうお姉さんの方が先に来てるからなんならもうあとここでしばらく暮らしていけばいいんだから。よし、どうぞ我が家へようこそ。シエル、扉閉めてきてね。あ、すいません、お姉さん閉めてもらっちゃった。どうぞ、我が家へ。どうぞどうぞ。わあ、広いですね。あのうち実は温泉がたまたま引けて、温泉もあるんで、あの寒かったと思って入ってください。あのね、パチ君がね掘ったらね、たまたま温泉湧いちゃって。温泉が湧くなんてことあるんですね。私部屋ここでいいです。温泉でいいんですか？え、ここでいいの？変わってるね、この姉さん、パチ君。シエル並みに変わってるわ。うん。え？俺、この二人と暮らしていくの、この先。ふやけちゃうだろうな。お姉さんのお手ってシワシワで。俺、結構しんどいかも、これ。お祝いのケーキを食べよう。まあ、じゃあ一応乾杯しようかね。うん、乾杯しましょう、姉さん。こっち来て。いいんですか、そんな甘えて。その、何ですか、このかき氷。ケーキだよじゃあ、みんな、いい？よし。ハッピーバ、違うか。何歌ったらいいか分かんなくて、ハッピーバースデーしか分かんなかった。お姉さんに歌ってもらえばいいんじゃない？いいですよ、何でもいいんですか。じゃあ盛り上がる曲にしましょう。はい、いきます。ゾウさん、ゾウさん、おお、鼻が長いのね。そうよ、母さんも確か長いのよ。いや、俺この共同生活嫌だ。もう嫌だ。お姉さん歌きれい。あはー、パチカー。いや、もう嫌だって。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。